ミックスナイン、出演パクスミンが所属、ガールズグループドリームノート、新たなメンバーを公開写真イコール IME コリア新シンガー。ルズグループドリームノートが25日、公式 SNS を通じてウンジョ、ボニ、ナラ、ユアイのメンバー4人の個人プロフィール写真を公開した。前日に公開されたメンバーたちと同じく、初々しい雰囲気の制服を身にまとったウンジョ、ボニ、ナラ、ユアイはそれぞれの個性や魅力を表したポーズや表情で、人々の視線を集める。長い髪の毛にはっきりとした目鼻立ちの清純なルックスをアピールするウンジョ、キュートなルックスにツンとしたポーズが際立つボニ、明るい笑顔が、美しいララ、清楚なルックスにクールな雰囲気が印象的なユアイまで、4人のメンバーたちは個人写真を通じて、それぞれの魅力をアピールした。24日、パクスミン、ハンビョル、ハビン、ミソの4人の個人写真を公開したドリーム。ノートは、これで2日間にわたってメンバー全員の個人プロフィール写真の公開を終えた。26日には8人のメンバー揃って撮影した団体カットがベールを脱ぐ予定だ。チームの名前であるドリームノートは、夢、ドリーム、トゥリダ、サシ、あげる、子供たちの空間、ノート、などの単語が合わさって作られた。いつも夢を、ファンに、差し上げて、夢を共に成し遂げる。という意味だ。ドリームノートは先月、事前ショーケースを開き、関係者及びファンの前でフリーデビューステージを繰り広げた。最近では公式 YouTube とネイバー、V ライブを通じて、防弾少年、ダンの I Need You の振り付けカバー映像を公開し話題を集めた。9月の音楽界デビューを目標に、最終準備に取り掛かっているドリームノートは、デビューに先駆けてリアリティ番組、夢を描く少女たちを通じて、ファンたちに会う予定だ。26日午後7時、ネイバー、V ライブ、チャンネルを通じて初公開される。